皆さんこんにちは、福谷です。今東海ラジオさんでラジオ番組出演させてもらって、今ちょうど終わったところなんですけど、質問に本当にこのたくさん、わかるかな、30枚ぐらい、質問いただいてて、番組中で答えれなかった部分も結構あるので、それを今ちょっとバーって走る感じになっちゃうかもしれないですけど、撮らせてもらいます。はい、で東海ラジオさんのこの今スタジオをちょっとだけお借りして、はい、撮らせてもらってます。東海ラジオさんありがとうございます。じゃあそれではいきます。1月の自主トレはまだはっきり決めてないです。はい、まあメインは名古屋で過ごすと思うんですが、まあちょこちょこどっかに行ったりトレーニング行くなり誰かとやったりはするかも、今ちょっと計画中です。そうですね、先発中継ぎどちらでもできるのが自分の強みでもあり、その強みを伸ばしていきたいと思っているので、どっちかに絞らずに、どこでも、与えてもらった場面でしっかり結果を残すことに集中してやっていきたいと思います。ありがとうございます。でもまあリラックスとか気分転換にもこの喋ることって結構なって、どうしても考えすぎるとなんか塞ぎ込んじゃったり何とも喋りたくないってなっちゃうことがあるので、そういう時には妻だったり子供だったりにも、積極的に喋っていろいろ、まあ野球以外のことも話すことは多いですね。そうですね、ヤスとは僕自身あんまり覚えてないんですけど、小学校の頃に何度か対戦したことあったらしくて、まあその時は、2回戦って2回ともボコボコに僕がやられたらしいです。はい、覚えてないですけどね、あんまり。でも今でも、グラウンドで会ったら仲良く喋ってくれるので、すごく大切な野球仲間の一人です。そうですね、やっぱりお子さんが長い試合見るっていうのは結構難しいとは思うんですけれど、僕自身もやっぱり最後まで楽しんでってほしいですし、試合の途中で変えられてしまう姿を見るのはちょっと残念だったりします。だからそこに対して何ができるかって、まあ僕が考えることができればいいんですけど、僕自身まだわからないことたくさんあるので、そのためにもこれから自分で、いろんなスポーツ見に行ったり、スポーツ以外も見に行ったりして、そういった何が楽しいんだろうとか何が子供喜ぶんだろうって改めて見てみたいなとは思ってます。反抗期ありましたよ、本当に。はい、中学校の頃、まさに中学校3年生受験の時ですかね。はい、そこでちょっと両親と揉めたり、いろいろちょっと自分で塞ぎ込んだ時期もありました。ちょっとここでは言えないようなこともいろいろありましたけど、はい、だからそれでも、はい、ここまでなんとか大きくなりました。両親には感謝しかないですね。そうですね、僕もファンフェスタで皆さんと握手させてもらったりいろいろ喋ったりするのはすごく楽しくて、普段あんまりしないので結構疲れちゃうんですけど、それでもすごくエネルギーをもらって、はい、楽しい時間です。あ、そうですかね。でもこれ僕自分の母親にも言われるんですよね。はい、結婚したり子供生まれてからまあなんか雰囲気変わったんじゃないみたいな言われたことがあって、だからそこでまあ気持ちに余裕だったりなのか、考え方がよりなんだろう、器が大きくなったのかわからないですけど、でも本当に子供から学ぶことってたくさんあって、はい、すごく子供が自分が思ってないようなところからアプローチしてきたりするので、もう日々すごいなんか、あ、こんな考え方もあるんだなっていう、まあイラッとしたこともありますけど、日々日々楽しく充実しています。そうですね、勉強とスポーツもう十何年前なので正直覚えてないんですけど、もうただただ目の前のことに必死にしがみついてたような気がします。うわ、明日実験だ、頑張らなきゃ、レポート終わらせなきゃで、明日試合だ、頑張らなきゃみたいな、そんな毎日を過ごしていたような気がします。お疲れ様でした。子供とはそうですね、上の子がやっぱりポケモンにハマったりとかしてて、で僕は子供の頃ポケモンカード好きだったので、まあルールちょっと分からなかったり対戦がごちゃごちゃしますけど、たまにポケカやったりします。ねえ、ヒロシちょっとびっくりしましたね。今年まあ役割というか立場が似ていたので、同じようなことをやりながら彼と過ごしていて、お互い励まし合ったり支え合ったり、はい、したりしてましたけどね。で彼の意外なところというか印象に残ってるって、すごく彼多才なんですよ。はい、絵が上手だったり、あれギターも弾けるのかな、なんかそういう野球以外でもすごく多才で、そういうところってもしかしたらあんまり見られてないのかもしれないんですけど、ぜひぜひ、
見てあげてください。本当にすごいですよ。僕ね、取りそびれちゃったんですよ、残念ながら。そうですね、ヤスは僕の3つ下なので、僕が4年生の時の彼は1年生だから1年代かぶってます。ただ部屋が一緒じゃなかったりとか、まあピッチャーとヤシで違ったりとかで、あんまり喋ったことが大学生の時はなかったんですけど、その時の当時のイメージは天然で可愛い子っていうイメージでした。一番はメンタルだと思います。自分の力をどんどん上げていってチャレンジできる、そういったシチュエーションになったらぜひチャレンジしたいです。そうですね、今日はあんまり時間なかったんですけど、もう本当に家出るギリギリまでお父さん抱っこ、お父さん肩車、お父さんなんかなんかみたいな、もう本当にこっちの体を使って自分がジャングルジムなんじゃないかなと思うぐらい、よじ登ってきたり、されます。はい。まあ、こっちも体が元気なんで、楽しく遊べてますけど、いつまでできるかわからないですね。アメリカで、日本のボール持ってって投げたんですよ。だから、アメリカのボールはあまり触ってないですね。一回二回触りました。でも、その時に投げた時は、なんか、その滑るってイメージをね、持っていたので、正直全然滑らなくて、どっちが日本のボールだっけって分からなくなるぐらい、僕の中では結構感覚は良かったですね。そうですね、アメリカに行ったのはもう何か自分を変えるきっかけをつかむ、そしてやったことないことにチャレンジするっていう気持ち一つで行きました。で、英語は正直そんな得意とは思っていなくて、必死で翻訳サイトで翻訳したり、でも自分の一回気持ちはやっぱり英語にしたいので、バーって書いてから、英語、日本語も両方わかるスタッフがいたので、添削してもらったり、そうですね、後半はとにかく英語の勉強だと思って過ごしてました。そうですね、今年先発からリリーフに回った時は、結構急に決まって、2軍でも次先発いつだろうねって話をしてたら、まあ急に1軍に上がることになって、そこで、まあ今日からちょっと中継ぎで入ってもらうからっていう話になりました。まあ、その経緯とかなぜって言われたら僕は正直わからないですが、まあ自分もそういう中継ぎ経験はあるので、そのちょっとびっくりはしましたけど、すぐによしやってやるぞっていう気持ちにはなりました。そうですね、1月で33歳になるんですけど、正直あんまり年齢的な衰えは感じていないです。はい、どちらかというと、その自分がなんだろうな、考えすぎて動きが鈍ってしまったり、怪我を恐れてダイナミックな動きが出せなかったりとか、そういったことで動きが鈍ってる部分は感じていました。はい、だから年齢ではないような気がしています。まだまだ伸びるっていう感じで今は練習しています。ね、娘さんと初めての試合が自分の試合で光栄です。長良川球場ね、負けちゃいましたけど、でもすごくいい試合になりましたし、僕としても今年思い出の一試合になりました。ありがとうございます。野球選手っていう認識はわからないですけど、野球を仕事にしているっていうのはわかっているそうです。はい、で、娘の友達でやっぱドラゴンズのことを知っている人がいるので、もうそういう話に、他の選手の話にもなったりするそうですがね、どこまで理解してるんですかね、ちょっと怖かったりもします。そうですね、すごいバッターって本当にたくさんいるんで、この人っていうのはなかなか選びづらいんですが、プロに入って一番の衝撃だったのは、ヤクルトにいたバレンティン選手ですね。はい。自分の自信のあるまっすぐを右中間の本当に上段にまで持ってかれてしまったんですよね。153キロぐらい出てたのかな。だからそれは僕にとってはすごく衝撃でしたね。海外選手とのコミュニケーションはもう僕も言葉細かくわからないので、ノリです。はい。わかる範囲の英語の単語並べてなんとか気持ちで伝えるみたいな、そんなうまく伝えれないので、それが今回アメリカでも必死に伝えてましたけどね。だから相手が言ってることがあんまりわからないんですよね、それをやってると。はい、だから彼らも必死にそうやって単語で伝えてくれるんですけど、やっぱ本当に、彼らの気持ちに寄り添おうと思ったら、特に聞くっていう力がもっといるんだろうなって痛感してます。僕は一番上の子は小学校1年生で、下の子は幼稚園とか幼稚園に入ってない子とか、はい、わちゃわちゃいっぱいいます。はい。で、まあ、サンドバッグっていう表現しましたけど、別に殴られたり蹴られたりっていうわけではなくて、もう本当にそれぐらいもみくちゃにされるというか、ゴロンって、僕が横になっていたら絶対乗ってくるし、座っていたら、
なんだろうな、倒そうとしてくるし、これは男の子だけじゃなくて、もうみんなです。女の子も含めてみんなです。英語話せる、話せないの二択だったら、話せるよりだとは思うんですけど、でも全然、もう言葉出すのに時間かかっちゃうんで、いやーもっと喋れるようになりたいですね。お、魚釣りいいですね。前、家族で、まあ、キャンプみたいな感じでしに行った時に、マス釣りをする場所があって、すごい子供が、まあ、喜ぶ子供もいれば、もう生の魚にビビっちゃう子もいれば、すごく楽しそうでした。まあ、そういった、なんか、本当は経験をいっぱいさせてあげたいので、家遊びもたくさんしますけど、そうやって、あまりしたことない、やったことない、見たことないことに、できれば触れていってほしいなとは思ってます。なりたいんじゃないです。なるんです。そうですね。一つバンってあったら分かりやすくていいんですけど、自分で思っているのは、その調整の、その、うまくできた時、できなかった時は結構はっきりしたなとは自分でも思っています。うん。だその先発で一週間ごとに回ってる時はいいんですけど、例えば、一回抹消になって次二週間後ね、とか決まってたり、次いつ登板になるか分からないってなった時の調整の仕方が、なんか今年うまくできなかった時もあったなっていう感じですね。だから前の試合良かったから、もし次の試合でもっとより良くなるはずなのに、なんか体がどんどん落ちてったりとか、うん、なんかそんな失敗もあって、ちょっとそこは自分でもショックでしたね。だから調整法というか、まあその、なんだろう、回復の仕方とか、そこは自分でも見直さなくちゃいけないなとは思ってます。ね、息子さんもタオル持ってくれていつもありがとうございます。まあ、小学校の頃、自分はあまりしてなかったですけど、今思うとしとけばよかったなって思うのは、まあそういうストレッチだったり、そういうブリッジみたいな体を自分を上手に使う機械体操的な、ああいうこととか、だから学校の体育でやってるようなことをしっかりやっとくって、その野球に限らず自分の運動神経、運動能力を上げるのにはとても大事だったんだなと思って、僕はもう投げる、打つしか興味ないような、あと走るか。もうなんかそんな、子供だったので、まあそこら辺、もっとやっとけばよかったなっていう、ちょっと若干後悔もしてます。そうですね。マッチとは、多分基本その性格というかキャラクターは、もう僕とタイプは似てるのかなとは思っていて、だから、まあ彼自身が悩んでること、逆にこっちが悩んでることを話してみたりすると、あ、その気持ちわかります、みたいな。うん、そういうちょっと考え方、メンタルのことを彼と喋ることは結構ありましたし、で、結構彼がサウナ好きなので、今年の夏とか一緒にサウナ行ったりとかしてました。そうですね。後輩選手とは、その、やる気が下がらないようにというか、自信をなくさないようなコミュニケーションは意識しています。だから使う言葉は結構選んでるかもしれないです。特に後輩に対しては。だから、まあ、その、うまくいったりしてて、すごい、変な話、調子乗ってるなって思われてる若い子に対して、お前調子乗んなよって、直接的に言っていいのかっていうと、僕はそうじゃないと思ってるんで、逆に自信なさそうだなっていう子に、自信持てよって言っても、まあ、自分も経験あるけど、どうやって持っていいかなってわかるわけないし、だからそこら辺の言葉系は気をつけているし、まあそれは後輩だけじゃなくて、家で子供に対しても、何が正解かわからないけど気をつけながら喋っているつもりです。一番の収穫は、自分にもっと自信持っていいんだなって思えたことですね。まあ自分のキャリアだったり、自分の投げるボール、自分のフィジカルに対して、まあアメリカみたいに、まあメジャーリーガーもいる施設に行ったので、もうコテンパンに、まあこんなんじゃダメだよぐらいな感じで言われるのかなと思って行って、むしろ言われに行ったぐらい。で、叩き直してやろうって自分で思ってたんですけど、そうではなくて、もう工場のこういうところもっといいから、もっと伸ばしたり、もっと使ってっていいよ、みたいなことを結構いっぱい言われたんで、だから自分がいかに自分に、そのちょっと、まあ、自信がない部分が、ちらほらあったんだなっていうことに気づけたっていうのが一番大きかったですね。まあ、アメリカへの目的はさっきも言ったように、自分を変えるきっかけ、そしてチャレンジするためなんですけど、英語は、まあ今年1年は、アプリで勉強というか、毎日、まあ5分、10分、15分くらいでしたけど、そういうアプリを使って勉強はしていました。ただ、今はそのアプリも使っていなくて、やっぱり聞くって考えたら、ひたすらに、その、
人が喋っているとか、自分が喋りたい相手が喋っている英語を聞き続けること大事だなと思ってるんで、今は車の中でその英語を聞いたり、まあ、シャドーイングみたいな、ことをちょこちょこやっています。そうですね。うち、あまり3泊4泊みたいな長期の旅行はしないんですけど、まあ旅行みたいなのはもうすでに1回2回はしてて、あともう1回1月にできたらなとは今思って妻と計画しています。つかめたのかな？なんか自分でも変わったなって感じはあるんですけど、これが何をつかめたかっていうのは言葉じゃ言えなくて、でもこのなんか変わってるなっていう感覚は大事にして、まあこれから日本で過ごすことの方が大事なので、頑張っていきたいと思います。そうですね。アメリカの練習と日本の練習。まあアメリカのって言っても、僕が言ったそのトレッドアスレチックスという施設1個なので、それをアメリカ全体と呼んでいいのかわからないですけど、まあ全然違いました。正直。だからトレッドとドラゴンズの練習が一緒かって言ったら、まあ全然違いました。はい。で、まあ何が一番違ったかって、すごくその、なんだろうな、回復をすごく口酸っぱくというか、みんなが、共通の課題として持っていて、だからやりすぎて次の日の回復が遅れてしまうことが一番自分の中でダメみたいな、それじゃないとその日のベストを出せないみたいな、なんかそういう目標に向かってアジャストしようとする気持ちは個人的には日本よりも高く感じましたし、そういった、まあ、1週間に例えば1回のブルペンにそこに全力で合わせている、その来週も全力で合わせる、まあ、その繰り返しをしているように感じました。そうですね。フォーム見たり解析したりするのは個人的には大好きなんですけど、それをやりすぎて、その、この動きってこうだっけなって考えすぎて、より良くする、本当に 1% 良くするために、10% 下がっちゃうみたいなことも僕いろいろ経験してるんで、今は、その、1% 上げる、そのためにこの角度をこうするっていう気持ちはあんまり今なくて、とにかく強くビーストのように振る舞って投げるぐらいの感覚で今はやっています。そうですね。発信、特にこの数年、すごい僕の中で増えている、ものではあるんですが、きっかけは、そうですね。最初は、ありがたいことに僕ら新聞さんとか、この今来てるラジオとか、テレビとかに取材してもらって、自分の気持ち、自分がやってきたことを発信してもらうことってあるんですけど、でもその、自分が A、B、C の中で、本当は A を一番伝えたいのに、まあ、捉えられ方だったり、その、メディアの、こうやった方がファンの人喜ぶっていうイメージで B を取り上げられたり、まあ C を取り上げられたりっていうことはやっぱり結構あるんですよね。はい。だから言ってないことを言われるっていうことは、まあ、滅多にないことなんですけど、自分が言いたいことをダイレクトに、発信できないかなと思って、Twitter でつぶやいたり、それをもうちょい字数増やしたいからノートに行ってみたり、これだったら喋った方がいいんじゃないかなと思ってラジオに行ってみたり、で、今回は、まあ、もしかしたらこの自分のトレーニングとかもやるんだったら映像が一番なのかなと思って今は YouTube やってみたり、なんかそんないろいろとぐるぐる回りながら、まあ自分のスタイルに合ったものを探していこうかなっていう感じですね。同じ学校区ですか？まあ、そこら辺も結構変わりましたよね。まあ少なくともうちの近く、はい、実家の近くは結構子供の頃から変わって、家がなかったところに家ができたり、森があったところが森がなくなったり、本当に遊び方は変わってるんだろうなとは思いますけれど、だから僕は、たまたま家の近くに森とは言わないかな、木がいっぱいある茂みみたいなところは結構いっぱいあったので、もうそこに毎日のように行ってた記憶はありますね。はい。そこでなんかくっつき虫みたいな葉っぱとか靴の中にいっぱい入れて帰ってきたんで母に怒られたりとか、まあ壁があったので野球ボールで壁をにぶつけて帰ってきたのを暗くなった目やったから見えないじゃないですか。でポロってエラーして後ろに行ったら後ろはその茂みで隠れちゃって、もう探すのにもう泣きながら探したりとか、なんかそんなことはよく覚えてますね。そうですね。来シーズンの目標、なんかね、今先発か中継ぎかもわからないですし、自分がどういう立場になってで、これから戦っていくのかわからないので、正直その中で数字を出すのは全くできないんですけど、でも今このアメリカに行ってから取り組んでいることを、やっぱり形にして、自分の感覚としてもそうだし、周りから見ても、お、福谷変わったな、良くなったなって思ってもらえるような振る舞いに
したいとはずっと強く思ってます。そうですね、今日の放送の中でも取り上げさせてもらったんですけど、印象的な登板は3月2日の WBC 日本代表に相手に、まあ練習相手として投げた登板ですね。ダルビッシュさんと3イニングっていう投げ合いになりて、まあ投げ合いというかまあ練習相手なので、あのダルビッシュさんはそんなこと思ってないんでしょうけど、僕としては同じマウンドで、はい、先に僕は投げてそこに降りたところにダルビッシュさんが登っていくっていう姿を見て、すごくやっぱり興奮しましたし、やっぱりジャパンってユニフォームを着た相手に投げていくっていうのは、まあいくら練習とはいえ、すごく気持ちの高まるもので、なかなか味わえないいい経験させてもらえたなって思ってます。はい、これで質問、今いただいたものはこれ全部読めたかわからないんですけど、こうやって発信することができました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。また、次の動画上げれるように頑張っていくので、もしよかったら、また見てください。ではまた。